どのタイプの人に相談するとどういう答えが返ってくるっていうのは実は大体決まってるんですね。はい、皆さんこんばんは。ゼロインから始める動画初級レッツゴー動画部長部長の遠藤です。今日はですね、タイプ別心理学、相談するならどのタイプ？タイプ別心理学を知らない方がいると思うんで、ちょっと説明すると、人を4つのタイプに分類して、特性、性格、気質は、まあ、それぞれ違います。それらをお互いが理解することによって、人間関係うまくいきますよ。売上もアップしますよ。チームビルディングもうまくいきますよ。っていうお話をさせていただいてます。その中で今日は、タイプ別心理学、相談するならどのタイプ？皆さん、困った時、人に相談しますか？その時に、どのタイプの人に相談すると、どういう答えが返ってくるっていうのは、実は大体決まってるんですね。どの人に相談するといいかなっていうのをご説明していきます。タイプ A さんは、物事を相談するとどういう風な返答があるかっていうと、完全肯定。物事を難しく考えないのと、いけいけやれやれって言います。背中を押してもらいたい。新しいことに挑戦したいっていうタイミングの時にはすごくいいです。ただデメリットがあるのが、特に何も考えていない。心配もしてないし、自分のことじゃないし、やりたいと思ったらやってみようしか言わないです。タイプ B の方。タイプ B の人はどんな返答があるかっていうと、共感してくれます。そうか、大変だったね。いっぱい考えたんだよね。わかるわかる。辛かったね。っていうような、ヒーリングというか、話を聞いてもらいたい時に行くと、すごくおすすめ。ただ、問題としては、解決策にはならないです。だから聞いてほしい。イライラしてるのっていう時には、タイプ B さんのところに行くと、優しく包み込んでくれるんじゃないかなと思います。そして、タイプ C さん。タイプ C さんは、ズバッと切ってくれます。教えるのが好きなので、あかんもんはあかんと。それリスクはこんなのあるよねとか、この場合どうすんのとか、っていう形で、変に応援もしない。解決策。やり方を聞きに行くんだったらすごくいい。デメリットとしては、聞いてほしいとか、背中を押してほしいっていうのだったら、まだ段階的に早いかな。やるっていうのは決まったんだけど、どうやったらいいですかっていうのを聞きに行くっていう感じの方がいいと思います。ボコスカぶったたかれるので、気をつけてください。そして、タイプ D さん。タイプ D さんは、聞き流してくれます。自分で決めたら、って自分の中に答えありますよねみたいな形なんで、聞いてはくれますけど、大きなアドバイスはなくて、そう思ったらそれでいいんじゃないっていう、結構フラットな感じだから、自分が本当にどうしたいのか向き合ってごらんみたいな形で教えてくれることが多いと思います。デメリットは他人事、一回さらちにしてくれる感じですね。ゼロから一番大事なもんって自分で何だと思うみたいな形で考えさせてくれるのがタイプ D さんになってます。この4タイプの人なんですけども、周りの人ってみんな背中を押してくれるのっていうのは、自分がタイプ A だったら周りもタイプ A なんですよ。だからどうかなって言ったら、いけいけって全員言うの。僕の場合は状況によって行く場所変えます。心がもう折れてる時はタイプ B に優しく包んでもらい、やる気になってきたって思ったらタイプ A に背中を押してもらい、どうやってやろうかなって思ったらタイプ C の時にところに行って、でタイプ D のところで一番大事なことを一回見つめ直す。どういう言葉が欲しいとか、心の状況とか環境によって相談しに行く人を決めた方が事故に合わなくていいと思います。今日は、相談するならどのタイプということでお話をさせていただきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you! バイバーイ。